ールで壁を作りテレビ裏に行けないようにしたのですが、即突破されちゃいました。ちょっと困ったはちゃん。はっちゃんしつこいので一つ段ボールを渡しました。なんだかすごい険しい顔してるし、自分が大きいと気づいてないはっちゃん。すっぽり入っちゃいました。飽きたら即テレビ裏に行こうとするはっちゃんでした。